でございます。まだちょっと遅れてる方もおられますけどね、まず最初に自由党の青木愛参議院議員よりご挨拶を賜りたいと思います。どうぞ青木先生よろしくお願いいたします。
憲法改正、全く認めることができず、断固反対の立場で、皆様と共に力を合わせてまいります。私は日本にとって本当に分かれ道になると思います。力を合わせて頑張っていきたいと思います。どうぞ、お越しください。